皆様お久しぶりです。大変お久しぶりでございます。まず先に皆様にお詫びしておかないといけないことがございます。以前の動画にプレゼント企画をするという内容でお話ししたと思うんですけれども、ちょっと企画の案が浮かばなかったので、ちょっとプレゼント企画はなしということにさせていただきたいと思います。誠に勝手な決定となってしまいましたが、ご期待してくださった皆様には本当に申し訳ないですけれども、とりあえずそういうことはお話ししておこうかなと思いまして、お伝えさせていただきました。はい、改めまして、今回の動画はもうほとんどフリートークのような感じの、お話となるかなと思います。1年間の多分そう求めているかライトっていうかダイジェストっていうか、それをお話しするので、皆さんもしよければお茶などお好みのコーヒーなど、もちろん私もこちらのマイカップをコーヒー用意してきたんで一緒に乾杯いたしましょう。乾杯。なんか乾杯って言うとなんかすごいどこかの披露宴かイベントの何かの司会のなんか温度を取ってるような感じですね。私の動画はそんな大したものじゃないので、本当に気楽にお聞きくださるだけで構いませんので。よろしかったらお付き合いくださいませ。最近のお話でもいたしましょうか。ちょっとつい先日、今この動画を撮っているのは実は、昨日すごく大きな台風がちょっと日本列島を縦断したということで、ここ大阪は雨も一部分はひどかったところもあって、その枯葉とか落ち葉とかすごく日に曲がってしまったりとかっていうのはちょこちょこあるんですけども、ただ今回もっと大変なのは東京千葉の方にお住まいの方が多いんじゃないかなと思います。あとは関東方面だけではなくて、神奈川県とか埼玉県長野県にもすごく大きな台風が来襲して、やがてそれが東北に方面に進み、で温帯低気圧に変わったっていうことで、ニュースで、聞いたんですけども、去年台風21号が関西直撃っていうことで、もちろんここにも来た時があったり、それはもう本当にすごくいろんなものが窓の外をこうシュッて横切るかのようにシュッと横切って。ブルーシートとかが目の前を横切ったっていうシーンも見ました。いや本当に今災害対策でいろいろお忙しい方も多いのではないかと思います。もともと地震や台風とかが
はもう特に多いですね。あの、まあ、日本に住んでいる以上は。あと、まあ、冬場になったら冬場はあの大雪が降ったりとかっていうのも稀にありますからね。そういえば今年の夏は暑い日が結構、10月に入っても30度超えっていうのが、あの大阪でずっと晴れ続きだったっていうのがあったので、もしかしたら今年の冬は、まあ、今この動画撮ってるのはまあ秋なんですけども、まあ、上がる頃には多分冬ぐらいかなとは思うんですけども、まあ、今年の冬は皆様あの防寒対策などしっかり対策を講じられた方がいいのではないかと思います。本当にあの災害で対策で今いろいろあの忙しなくあのお忙しい方が多いかと思います。本当にあの心中お察し申し上げます。まあ、久しぶりの動画なので、最近そうですね、あの、まあ、ちょっとこう友人とあの会ったりもしつつ、まあ、もちろんその創作の話とかを、まあ、したりとかっていうのがまあ多かったんですけども、まあ、いろいろ、まあ、ちょっと本とかいただいたので、その、まあ、今回その本の紹介をメインにしていこうかなと思います。まあ、最近皆さん本とか読んでらっしゃいますでしょうか。あのもちろんスマートフォンでも最近は漫画読まれる方が結構、電車の中にあの読んでらっしゃる方とか、バスとかあの読んでらっしゃる方は本当に、まあ、多くなったなとは思いますね。ただ本は本の面白みっていうのはやっぱりあるかなと思います。まあちょっと今からご紹介する本は全然あのジャンル違いの本になるんですけども、最近読んでる本っていうか、まあ、ちょっと今年ちょっとまあ勉強をし始めているというのがあって、それでちょっとご参考になったこう本っていうか資料をご紹介したいと思います。まず1冊目はこちら、まあ、これからウェブを始める人の HTML CSS JavaScript の基本の基本って書いてあるんですけども、まあ、主に、まあ、そのパソコンのプログラム言語を用いて、例えばホームページを作ったり、まあ、メモ帳をまあ、簡易的なまあメモ帳とかが作れたりで、まあ、そのウェブ上に画像をまあライブラリーとして載せる方法とかがまあできるような感じの、まあ、プログラミング関連の本なんですけども、まあ、こちらの本はすごく、まあ、すごく評判がいい本らしくて、まあ、結構まあ私、まあ、おそらくアマゾンで購入したと思うんですけども、まあ評価数が大変高かったので、あのまあ私入門編としてちょっと導入したかったので、まあ、一番評価が高かったこちらを選びました。まあ、でも本当は確かにあの高評価っていうのは名付けて、まあ、すごく、まあ、著作権の関係上、まあ、全部お見せするわけにはいかないんですけども、まあこういった感じで分かりやすく、まあ、 あの個人的に文字の行間とかすごくあの適度に空いてらっしゃるので、すごく本当に読みやすい本だなって思いました。まあまあ、こういった感じで結構あの参照の、まあ、注釈っていうか、まあ、こういう感じでもう、まあ、参考ですよみたいな感じで載ってたりとか、まあ、例えば資料集ということで、まあ、
印ですね。目次は、まあ、目次というかそのページ作品のこういうのも、まあ、分野ごとに分かれてたりとかしてすごく分かりやすかったです。まあ、これがこちらの本のご紹介でした。2冊目はあの多分もうすぐ10年超えしてしまう本なんですけどね。こちら同じく、まあ、プログラム関連の本なんですけども iPhone、iPad、HTML5 アプリ制作っていうのがあるんですけども、まあ、実際アプリまだ作ってもいないんですけども、まあ、これは先ほどの本が、まあ、導入本、入門本とすると、まあ、その実践編みたいな感じで、まあ、ただまあ言語はちょっと HTML5 なのでまあ、HTML よりかはもうちょっと上の、まあ、ちょっと言語が上がるらしいので、まあ、それよりも幅広く使える感じの用語らしいです。まあ、こちらの本では主に、まあ、先ほど、まあ、あの導入、まあ、部分でお話ししたと思うんですけども、まあ、メモとかまあ、ホームページ以外にもあの実際にそのインターネットのこうサーバークラウド上のページとかを利用して地図を作ったり、まあ、あとは、まあ、こういったあのなんかゲームとか作れたりとか、あとはそうですね、あとはまあ音楽とかをこう組み込められるプログラムも作れたりできるそうです。まあ、本の内容としては、まあ、下の、まあ、先ほどの本はなフルカラーだったので、まあ、エルベスですごく分かりやすいんですけども、まあ、こちらの本はまあ、ページ数が、まあ、なんせ、まあ、360ページ分ぐらいありますのであの、まあ、より専門資料になるんですけども、まあ、こういった感じにの、まあ、本になってます。まあ、もちろんこういった感じで図であの説明してくださってるページもありました。まあ、これで、まあ、私は何を作れたかというと、まあ、多分何もまだ作れてないんじゃないかなとは思うんですけども、まあ、試しで、あ、一応作ってはみたけれども、まだ動いてない、動かせてないっていうのが、まあ、あって、あ、そうですね、時計のプログラムですね。まあ、どんなプログラム基本書でもまず時計の時刻表示の、まあ、そういうのはまあ導入でだと思うんですけども、こちらの本の場合は、まあ、こういった感じでその iPhone でも時刻は表示できるっていうプログラムで書いてありました。時間の関係上まあ、ちょっと手短にしかちょっとご紹介できないですけども、これが2冊目のご紹介でした。まあ、それでは、まあ、友人からのプレゼントで送ってくださった本があったので、まあ、その中でちょっとまあ厳選してちょっとこれは面白かったなっていう本が3冊あるのでご紹介したいと思います。じゃあ1冊目こちらです。はい、あのいきなりちょっとなんかコミケ感がちょっと出てきたんですけども急に、まあこれはそのまあコミックでイラストでまあこういう人物を描く時の、まあ、着こなしそのコーディネートの参考例
が書いてあります。まあ、著作権の関係上、まあ、こういった感じで、一部分しかミスできないんですけれども、あ、アップすぎますね、すみません。話しましょうか。まあ、例えばそのコーディネートデーっていうことで、まあ、こういった感じでパーツパーツで書いてくれてるページがあったりするので、まあ、ちょっとイラストを描いてるっていう方とかいらっしゃると、これすごく参考書になるのではないかなと。参考書ですかね。ということで、まあ、こちらのご紹介でした。2冊目も、まあ、同じ、まあ、出版社本になるんですけども、今度はその服装資料集ということで、その各国のこう服装がこう図解で分かりやすく書いてあります。こちらの方は、まあ、その3色ぶりの、まあ、印刷形態なので、まあ、そのイラストは、まあ、主に、まあ、モノクロが多いんですけども、こうでもこういった感じで、まあ、例えばその服の動きのポイントとかシワのポイントとかっていうのを、まあ、こういった説明書きと一緒に書いてくださっているページもあります。まあ、こんな感じでいろいろ書いてあるので、まあ、でも世界の服装っていうのは本当に様々あるんですね。まあ、この中にはこういったそのキトンっていう民族衣装、そのギリシャでの当時の衣装っていうのが書いてあって、これ結構専門書を探さないと結構内容な感じの、すごく深掘りした感じの本なので、読み物としてももう別にその、ま、コミケに関わらず、本当に読み物として結構おすすめしたい本だったので、今回その本の紹介でぜひしたいと思ってご紹介させていただきました。まあ、それだから3冊目、まあ、こちらはまあすごく本当に本当に実践編の本なんですけども、こちらドレスの描き方、まあ、このこちらの方はちょっと結構大きいのでちょっと話で、まあ、するんですけども、こういう本です。まあ、中は最初はまあこういった感じで、その、まあ、先ほどの本とまあ同じような感じではあるんですけども、まあ、その服の動き、シワ、まあ、立体感を、まあ、表現していたり、まあ、こちらの方はフルカラーも、まあ、ありがたいことにフルカラー仕様なので、例えばその、まあ、色の変わり具合とか動き具合とかを書いてくださるんで、でも元々こちらの本の、まあ、ご著者の方が、キャッチーさんもともとそのリボンのことで、まあこういった感じで「はじめに」っていうので、その作者の方のメッセージが書いてあるんですけども、こちらの方が今回その「ドレスの描き方」という本を、まあ、監修して、まあ、作られお書きになれた本なんですけども、まあ、本当にこちらの本はすごく分かりやすさっていうのもあって、でこういった感じで書いてあったり、まあ、リボンのその基本的なリボンとかレースとかの基本的な書き方っていうのをレクチャーしてくださっています。
まあ、もちろん、まあ、例えばその、先ほどの民族衣装で、まあ、具体的にその衣装のこう服のシワの動きを描きたいっていう時に、まあ、これが、まあ、より参考となる感じで描いてくださってるので、まあ、今後の、まあ、イラストの参考にさせていただければなと思いました。まあ、以上は、友人から送っていただいた、まあ、3冊の本のご紹介でした。まあ、皆さん、まあ、ぜひ、まあ、休憩、まあ、こちらは、おなじみの画面、オープニング画面なんですけども、これは、ノベルゲームを作った作品のご紹介です。ちょっと飛ばし飛ばしで行くんですけども、まあ、これが、以前にご紹介したことがあるゲームの紹介です。ちなみにこちらはゲーム画面はテラノビルダーさんっていうそのところから、専用のアプリケーションでちょっと作っ、まあ、もう組み込むだけで作れるっていうゲームだそうなので、まあ、結構比較的まあ、入門アプリケーションっていう方向けの多分ゲーム作成ツールだと思います。で、2つ目が今はちょっと、まあ、実は制作中のものがあって、それをまあ少しだけ、ほんの少しだけご紹介したいと思います。まあちょっと2つあるんですけれども、まあこれは本当にもうかなり短いストーリーなので、まあ、お見せするほどでもないものなんで、こちらの方をご紹介したいと思います。ちょっとプレビューしてみますね。今回2つ目で作ってる作品っていうのはちょっとこれで最初からっていう部分と続きからっていう部分が選べられるようにしました、させました。まあ、ここでまあその導入の部分からオープニングから始まります。で、今回背景は自分で撮影してきて、でイラストも友人の知恵をお借りして、やっと今度はよりゲームっぽい画面に仕上げることにできているみたいです。で、このゲームはこれイラスト立ち絵って言うんですけども、ゲーム上では、まあ、立ち絵をこう2人並べて表示させるってこともできるらしくって、こういった感じで表示もできるそうです。もうこれが以上ちょっとゲームのご紹介画面でした。はい、以上が、2019年の近況まとめなんでしょうかね。まあ、その動画をお届けいたしました。今年も、拙い映像作品ばかりでしたけれども、お付き合いくださりありがとうございました。まあ、この1年が大変な年ではあったのは確かですけれども、まあでも
より2018年度より皆様にとって飛躍された年であるのならば、それは決して間違いではないコースだと思います。来年はいよいよ2020年ですね。まあ、動画でも少しお話し してきたこともあったと思うんですけども、はい、まあ、まずはオリンピックなんですよね。まあ、私は もっぱらテレビで見る派でだと思うので、まあ来年がどんな感じに変わっていくのか、まあ、オリンピックだけではなくて、まあ、いろいろ大阪も変わってきる部分がありますし、でその、まあ、およそ5年後にはその万博を控えていたりとか、まあ、より外国の方とかがご訪問されることが多くなる年だと思います。来年の抱負、まあ語学力をマイペースで磨くということを念頭に掲げたいと、まあ、個人的には思っています。続くのでしょうか。Thank you for your watching my YouTube video. Dankeschön. シェシェ。Have a good day. Thank you very much. この1年が皆様にとって来年も良いお年でありますように。A happy new year. まあ、フロイエーさん、ちょっとドイツ語もちょっと少し勉強してるんですけども、まだまだ勉強中です。では、お会いしましょう。